皆さんこんにちは。今回はリセマラなんかしなくても別にいいよっていう話をしていこうかと思います。まあ、リセマラしなくていいっていうのは別にリセマラするなって言ってるわけではなくてですね、別に、まあ、しなくてもいいし、まあ、やりたければやればっていう感じで、そのなんて言うんだろう、リセマラ何弾けばいいですかってよく質問を受けるんですよね。まあ、前回の動画で、まあ、言ったと思うんですけど、もうそれ疲れるんでしなくていいって答えることにしました。もういいよしなくて。でまあどうしてもリセマラしたくてやりたいっていう人にはまあ答えるけど、なんかよくわかんない人に対してはもうリセマラしなくていいっていう風にもう答えちゃいます。もうそれでいいや、疲れるよ本当に。なんかもうそのさ、始めたての人とかさ、どうせわかんねえからさ、そんなのわかんねえから何言ってもさ、ごちゃごちゃさ説明してさ、あのストーリー終わった後もさ、なんかめちゃくちゃアホほど周回するんだったらとかさ、ストーリー終わった後がさ楽しいかどうかとかさ、人に言われただけじゃ分かんないじゃないですか。っていうのをさ考えるとさ、もう結局何言っても意味ないのかなってこう思えてきたので、まあ、そういうの考えるともうまあいいのかなって。もういいやこれで、僕はもう疲れたよだからまあそのなんて言うんだろう、別にリセマラどれがいいですかって聞いてくる人が悪いわけじゃないし、そういう人をはっきりこれだって断言してもう助けてあげたい気持ちはあるんですけど、もうそんなこものはね、そんなことは無理なんですよ。今の環境、その例えばパワーライズ3とかパワーライズ4とかリセマラで取ったとしても、結局1枚2枚で強いゲームじゃないんですよ。まあ、言ってみればもうなんかほんとカードゲームみたいになってきて、なんかその本当にさ、そのカードって結構組み合わせないと強くないみたいなあるじゃないですか。もうそういう感じになってきてるんですよ。なんかカードゲーム型の MMO みたいな感じで、でなんかそのまあよく、まあ、ちょっと関係ちょっと脱線しちゃうんですけど、このゲームなんかガチャとかあるし SAO じゃないじゃん、そんな世界線、そういう世界観みたいなのをさ壊しちゃってるじゃんみたいな、まあ、そういうこと言う人いるんですけど、いや、やんなきゃいいじゃんって思うんですよ。別にやんなくていいですよ。これ、このなんかさ、ぶっちゃけ、そういうゲームじゃなくて、なんかそういうスキルの組み合わせを楽しむ、なんかいわばカードゲームみたいな風になってきてるんで、もう、スキル個数もやっぱ、千何百枚とか、2000枚いってるのか知らないですけど、多分いってないのかわかんないけど、もう本当に何枚も何枚もさ、組み合わせて、なんかそのすっげえレベル高いとボスとかもなんかセットチェンジって言って、装備セット途中でさ作ってる装備セットに切り替えてみたいなさ、もうなんか本当に10枚20枚だけじゃなくてもっといっぱい、まあ、使うっていうことも全然出てきたし、もうカードゲームみたいなもんなんで MMO 型のね、っていうのを考えると本当にね、1枚2枚じゃマジであったところでっていう感じなんで、もう確かにめちゃくちゃ強くなるっていうのを目指すのであれば、まあリセマラした方がいいんだよ、確かにいいんだけど、いろいろ言ったって分かんないから、そんなの、そのさ過酷なリセマラしないといけないし、そんなやるんだったら、でそのパワーライズ3、4とかさ集めたところで結局弱点をすぐピンポイントでつけるスキルを取れるかっていうとそうでなくて、でその弱点ピンポイントうんぬんとか言ったって分かんないじゃん、始めたての人だから、もうしなくていいよっていうことにしました。まあ、そんなリセマラについてごちゃごちゃ考えてたり、なんか1ヶ月とかずっと引いたりとかしてる時間あったら、正直イベントとか回ってジェム貯めてすぐなんていうの、確定枠あるさステップ公式のさオーダーとか引いた方が絶対いいと思うんだよね。まあ、こういうの、まあなんかいいスキルとか、まあいいスキル入ってるっちゃ入ってるけどさ、まあこれはちょっと始めたての人におすすめするか微妙なんだけど、なんかこういうステップ公式のやつで
ステップ5まで行って確実に取っていくと、ステップ5でね、どれか星4が1枚確定なんでピックアップの。で、そういう方が絶対いいと思うんですよ。で、無料オーダーも引けるしな。無料オーダー3ヶ月ごとに来るんで、もう正直リセマラうんぬん、もうごちゃごちゃ1ヶ月とか悩むくらいだったらもう、もはやいいと思う、もう。いいよ、やんなくて。っていうのを、今回はお伝えしました。コル78しかない。まあ、ということで、今度から、リセマラ何がいいですかって聞かれても、リセマラは必要ないゲームですと答えます。それでも、どうしてもリセマラしたいんだ、本当に強くなるのを目指したいんだっていう人がいたら、まあ、教えてあげることにします。まあ、ただそういう人は多分、まあ、トップレベルっていうか、かなり強い人たちと周回するまでには、何年かかるか分かんないです、正直。なんでかっていうと、まあ、リセマラするような人はあんまりお金かけないつもりだから、完全無料でやろうと思ってるから。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。